はい、皆さんこんにちは。以前雑談や鑑定団の資料の映像として 1500CA リミテッドというお酒を入れるスキットルボトルがセットになった木箱入りのアブリールの写真をちらっと紹介しました。実は他にも 3500CA リミテッドもラインナップされていました。ででんでん丸では2010年くらいまでライギョのフォトダービーというのをやっていました。でこのフォトダービーの初期の頃にこのアブアンバサダー 3500CA リミテッドを商品として出したことがあります。当時の参加料が小学生が300円、中学生が400円、それ以上が500円という感じでやっていたので、もちろん大赤字でした。ただ皆様のモチベーションを上げるのが目的だったので、それもいいかなというふうに思いました。買うにしてはちょっと手が届かないけど、もらえたらすごい嬉しいなみたいな感じになると思って、このように判断しました。もちろんライギョ釣りに使うにはちょっと小さすぎますけど、そのような実戦で使うというよりかは観賞用として考えました。ただ今考えると小型アブのブームになっていますし、渓流ベイトというのも流行っているので、現在になって結構実践的なリールになったなというふうに思います。で20年前に高校生でありながら大人を押しのけて優勝したお客さんが今でも持っているということで写真を送ってくれたので、今回はこのリールを鑑定団としてご紹介したいと思います。まずリールの特徴としては、歴史的にも珍しい波形カップの3000番台となります。1500や2500でも波形は以前紹介したノスタルジックシリーズぐらいですが、 3500C は基本的にパーミングが主流で、クラシックタイプ自体が珍しいです。そして面白いのが、ハンドル側にしかブレーキキャップがついていません。持ちやすくてパーミングカップと言えるので、波形パーミングという言い方が正しいのかもしれません。とりあえずネーミングが CA なので、メーカーさんとしてはパーミングということを主張していますしね。そしてスプールの形が小型アブと同じで、クラッチも金属ではなくプラスチックです。4000番から6000番台のデザインに寄せていないというのも孤高の存在という感じでいいですね。そして木箱に入っていて、スキットボトルの隣に収まっているというのがおしゃれです。国産リールでこんな演出というのはあまりイメージが湧きません。カタログによると描かれているのはモラム川で釣りをしている女性だそうです。100周年のポスターで過去の広告を見ると女性を前面に押し出しているので、その流れですね。パーミングカップの側面にも釣り人が映っていますね。アブの工場も描かれています。この風景からモラム川で釣りをしているのが伺えます。カップは艶のあるシルバーですね。印象としてかなり重いと持ち主の方がおっしゃっているので、クロームかもしれません。スタードラグは先が丸いタイプ、ダブルハンドルでハンドルナットはリテーナーで留めるタイプ。この時代の山形 1500C や 2500C と共通ですね。ハンドル側のつまみも共通です。波形カップでスプール、スタードラグ、ハンドルの形も踏襲しているので、パーミングカップではないような錯覚を覚えます。 3500CA も珍しいですが、よくよく考えると 1500CA というのも歴史的にはほとんど存在していませんよね。 1500C のパーミングカップモデルというのはパッと思いつくようなものではありませんから。ではこのリールの特徴を紹介したので、次にこの写真を送ってもらった個体について見ていってみましょう。まずリール自体は未使用で綺麗です。持ち主の方は学生時代はライギョが中心で、社会人になって海のルアーが中心になっていたので、ほとんど使っていないからです。ただ湿気が多いところに保管していたので、木箱がシミになっているのは残念ですね。売買となると必ず響いてきます。とは言っても全ての備品が揃っているというのはポイントが高いです。紙類は木と一緒で保管場所によって傷んでいますが、スキットボトルは金属なので傷んでいません。持ち主は最近渓流ベイトゲームにはまっているので、使おうと思って引っ張り出してきたと言っていましたが、この写真を撮った時点では未使用なので、その条件で判断したいと思います。ではこのリールの価値を調べていってみましょう。まず現在の売買を見ると4万円を超える価格をつけていると売買が成立していなくて、それを切るとすぐに売れるというふうになっています。このコーナーの趣旨に沿って過去の最高額をいろいろ調べてみましたが、やはり現在が一番小型アブの価格が高騰している状態なので、これ以上値段が高かったという記録はほとんど出てきません。一つのオークションサイトだけではなくいろいろと調べてみましたが、やはり4万円を超えると入札が入っていないというのが現状のようです。当時の定価が4万8000円プラス税だったので、残念ながらそれを下回っているという状態だと言えます。とはいえすぐに売買が成立しているので、需要がないということではなく人気は高いというふうに判断してもいいと思います。このような感じで希少性にしては値段が上がっていない理由としてはいろいろ考えられます。まず1つ目は、当時の少年アングラーたちが主流になっているリールで、それに憧れていたけど手に入らなかったみたいな、そのようなストーリーがないということが挙げられます。1回だけ鑑賞用として発売されたものなので、そのようなエピソードがなくても無理はありません。さらに考えられるのが時代による合致です。例えば現在小型アブがここまで人気が高騰しているというのは、ベートフィネスで渓流などでトラウトを狙うという文化が今になって現れて、それで需要が爆発したというような形です。特に左巻きは生産台数が非常に少なくて、さらにその時代に合致しているというので値段が爆発しています。この 3500CA リミテッドにはそのようなこともありません。それによって希少価値がある割には値段が爆発していないということが考えられます。とはいえ適正価格だったらすぐになくなるので需要はあるということだけは認識しておいてください。ただ以前雑談で紹介したラムエディションみたいに、ヨーロッパでは鑑賞するという文化があるので海外では人気が出るかもしれません。おそらくこのアブアンバサダー 3500CA リミテッドは日本限定なので、海外コレクターの目に留まって値が上がるとかの展開になると面白いですよね。ついでなので同時に発売された 1500CA リミテッドについても調べてみました。まず1500、2500は人気が高騰しているというのと、1500でありながらパーミングという珍しさも手伝っているのか、調べてみると普通に4万円を超えても売買が成立しています。さらになんと最高額では売買がしっかり成立して6万5千円というのもありました。こう考えるとやはり1500番台の人気が高いなというのを再認識させられますね。別のサイトでは箱も備品も何もない単体で出品していて、まだ売買は成立されていないものの3万円台後半というものもあって、このリールの相場感というのを理解できます。ということで今回写真をいただいたこの個体の金額というのを考えてみましょう。箱にシミがあったり紙が劣化しているものの、全ての備品が揃っていてリールは未使用ということで4万円に近い価値はあると言えると思います。このように今回は私が個人的に思い入れのあるアブアンバサダー 3500CA リミテッドについてお話ししてみました。今回の内容が面白いなと思っていただいた方は是非グッドボタンをよろしくお願いします。このような感じで皆様が興味を持つであろう釣り具の歴史をお話ししたり、価格を鑑定したりして皆様にお伝えしていこうと思っておりますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。こちらを押してください。